Chapter 8. A Tokyo Restaurant. Kamuro-chou no kousou wa dou nan da, Toujoukai-san? Itsu made nagabikaseru nda? Jiki owarimasu yo. Kantou Ichien no kashira no minasan ni wa o saagase shitemasu.こうやって親睦ってのも結構だが、東上会がいつまでも中国人に舐められてちゃ、関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな弱敗を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。That guy who just continuously saves the Tojo clan over and over again for decades now, just tell him to fuck right off because he's old.何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだそれじゃ、採用会の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことなら、もう遥とカムロ町に連れてくるわけにはいかない。This game is set in 2016, so that would put Kiryu at about 48 years old now. So it's not even like super old yet. そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても、中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。His Kiryu was only 20 when Yakuza Zero happened. なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国人が。And Majima is about 4 years older than him. 達川なんて、俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた。So Majima would be in his like early 50s at this point. さあな。だが。俺が今知りたいのは、採用会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねってんなら、もう俺らが採用会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は。Oh, Semeya. Somea. Nice of you to stop by. Can we go ahead and punch you? こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊るの面拝まされる。No fighting in here, Date. 何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間、お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東上界の町ですよ。お忘れですか？なんならあんたが店でどんなプレイしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来たソメヤ。お前は登場会の手下に俺を襲わせるだけで
高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか？I'd say no, because you're super untrustworthy. 最王界総帥のローに会われましたよね。アジア街にローが姿を現したと聞いています。同じ頃、東城界の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで、ローと次に会うのはいつです？その時に、俺をローと引き合わせてもらえませんかね？何を企んでる？ご存知の通り、東城会は今ローの最王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで、終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも、ローはある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね？やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす最王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが、町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東城会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東城会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東城会と西王会の抗争に幕引くには、この俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください、四代目。たまにはあんたも東城会のために役に立ってくださいよねえ。けどが、兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな。おい、兄貴はのローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ、ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が、Was that you, you little rascal? 東城会の内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば、西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋界とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東城会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東城会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東城会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。 Alright, fine. You can come with me. ローのところへ案内する。え、兄貴、ちょっと、ええんですか？ただしローには今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上、何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴、いけんよ。あのソミヤの下道は抗争相手のローをやる気じゃ。もしそがなでされた、 We have never ever had problems with a traitor in the Tojo clan. だからこそ、not in all these years. 一緒に動くんだ。あのソメヤと男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからない。狂犬は放し飼いにするより、
近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば、何が起きてもおかしくありません。キルさんは、今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いてきますわ。 Should stock up if I need to. Yeah, that's kind of what I was thinking, Kiryu. Kiryu さん、準備はもういいんですか？よかったら夜まで少し休んだらどうです？ Yeah, let's just chill until night time. そうさせてもらう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。キヨダイ。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ。約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ。牢のところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったら、すぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わせ。そのつらボコボコにしたると。四代目、牢と会う場所はどちらで？前は桃源郷ってソープだったビルだ。牢はそこで待ってる。桃源郷？あんな場所に牢が。何か問題でもあるのか？まあ、あの建物の中に入ればわかりますよ。Go to Shangri-La. If you're concerned about how wrecked the place is, trust me, I know, I was there.登場界の人間には関係ない。Oh, that is like noticeably faster. I'm attacking now. Oh man, that feels a lot better. I am really glad I got that upgrade.Wow. そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、牢も四代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ？あそこは前とは様変わりしてましてね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんで、多分牢は。そいつらを使って四代目のことを試すつもりでいるんですよ。例えば、四代目が本当に手を組む価値がある男なのか見定めるためにとか。ここだな、桃源郷。牢はもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな。そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚ね場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。はあ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですか、世良三代目が死んだ後、東条会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくって、ダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。 He did do that. ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にも
この町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。I don't think that's quite right, Samaya. 入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで。ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が回らねえ。で、こんな町のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです？四代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。I don't know why Lo would feel the need to test me when he knows I beat up his enforcer guy, Ed. Whatever. Just more XP for me. Oh, I want to pick that bat up. Thank you. Come on, punch the. I know. If we can clear it somehow. Oh, it wants me to use the sledgehammer specifically. And he brought this weirdo back in judgment in that one part of the game. Mister, I think I'm Spider-Man.I'm BDSM Spider-Man who throws cinder blocks at you. If you knock me down there, you're just gonna get an ass whooping. And not the good kind. I don't know what this guy does with his free time when he's not throwing bricks at protagonists.
I need another sledgehammer. It's really convenient that they just have a bunch of them lying around like that. Yeah, he was a literal load-bearing villain. Date is not allowed in Judgment, but that guy sure is. We gotta bring him back. I really don't think... these guys who are attacking me, they are clearly high out of their minds. They don't exactly make the best guards. Is low. Don't care for that. More sledgehammers over here. Up, up, up the ladder, Kiryu. There you go. You're not Spider-Man, dude! Oh god. Oh hey, there are sledgehammers over there. I'm gonna hit you with this. Oh
Just smash all of the walls that I need to get through. I go around. There. Right. Okay. There. Kiryu-san. あなた一人で来ていただく約束だったが。I wish we had agreed that you wouldn't put me through any BS tests. ロ。もっとも、私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ロウさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。カムロ町には東条会の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかし、いい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか。やっぱりあの噂話の通りか、ソメヤ。You murdered Jimbo? お前とローはもともとグルだった。アジア街を焼き、西洋界を引き込んだ後のお前らの構想が、大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ。ですが今見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東条会の頭になり次第、用済みの西洋会には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。I wish you had used that earlier. 四代目、俺と手を組んでください。正直言うとさっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね。四代目と一緒ならローを生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここでローを殺すとなりゃ四代目は止めるでしょう。あんたはローから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ話は後でいくらでも聞き出せる。俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。 Look, after what he just put me through, I'm not all that interested in being friends with him. I don't care for you either, Sameya. ええ、違いますか。思ったより雨野郎なんだな。And yeah, you admitted to, you know, getting Daigo locked up and all that stuff. I don't care for either one of you currently. I は、あいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東条会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。Correct。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんなやつだろうが、やられたらやり返す。そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから、恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを
俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。 Yeah, that is kind of the thing, you know, integrity. He doesn't need to plan it when he's got that. 四代目がタイマン張ってくれるとなりゃこんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い。 Yeah, as far as I know, Semeya never got into real estate. And he's not even doing the shirt thing right now. I feel like he should be down and out right there. This and that. これが堂島の竜。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたかそれともローさんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だがやったのはお前ら東条会の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕岩見常夫だ。岩見常夫、クルス会長の息子が。あの男は東条会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。なんだと。この染谷も東条会の菅井もその後ろに岩見常夫がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、ローさん。あんた
自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか。たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。Yeah, but I mean, 私の命を狙う人間は星の数ほど。You might as well. If we can just remove Sameya from all of this, I mean, I don't think that would be a bad thing. それは東条会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して、私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと。そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで、私に大きな借りができるな。Right. I can't imagine you'd be sleeping too well letting all of your enemies go either. 俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら。それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで、私へのリスクは減りこそすれ、増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが、岩見常雄にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら、私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、ロウさん。四代目。キリュウさん、あの男への扱いに依存はあったか。いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。I stabbed him with a broken bottle. こんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが、俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。タズカーのことを聞かせてもらおうか。I assume like BDSM Spider-Man ran out of the building at some point while we were doing this too, because he has to go cause problems for Yagami later in a different building. 残念だが、達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが採用会に入って、I don't know why they decided to bring him back. というなら話は別だがな。なんだと？もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ。なんでお前にそんなことがわかる。まさかお前は遥かのことも知っているのか。私から今言えるのは、カムロ町で構想している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること。Not that one guy, not the father. その価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？Oh. Phone.多分その電話には早く出た方がいい。My controller won't stop vibrating until you answer that, Kiryu. 思っている以上に、あの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、キリュウの兄貴、ユータです。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんです。うちのおやつさんが。Why is
a 1 year old special to the gangs? I don't know. Hirose no oyabun ga Haruto. Douyu koto nan da? And ore ni mo wake wakan nai. Oh, has Haruto been kidnapped? Moshimashi? Aniki? Kiite masu ka? I suppose he does have Haruka's blood in him. He's become so strong, his only real enemy is the judicial court system. Also, thank you for following.